久保さん、今回、あの、純粋の純にしましょうか。純。まあ、いろいろ僕やってきたんですけども、純がいいと思いますね。純。い <laughs> ろんな販売方法とか、いろんなやり方、いろいろこう、まあ、17年見てきてやってきて、いろいろ思うんですけど、まあ、純粋に、ピュアな水が一番うまいっすね。多分 <laughs>。うん。まあ、でもね、ここに至るまでね、 まあ最初から順でいけるかっていうとそれもそれで難しいところがあるんで何とも言えないですけどねでもまあ純粋な気持ちはもっといた方がいいと思いますねうんそうまあ単純に例えばなんだろうなうーんまあ本当にうまいからあこれをうまいよとウグイスパンうまかったよとかね まあもちろんその動画のためにやるなんかそのアクセスを集めるためにやるっていうのはもちろんあったりするんだけどもやっぱベースとしてはこれ本当によかったよっていう本当によかった美味しかったとかねここすごいいいよっていう純粋な気持ちがあるとうーんまあ続けやすいですねだって生きてたらうまいもん食うだろうし生きてたらいいこともあるし生きてたら 悪いこともあるだろうしその純粋に感じたことを純粋に伝えるとですねでもこの純純にこう感じるものとかその得るものっていうのは多分絶対生きてればあると思うんですよムかついたこととかねムかついたこと嫌なこと純粋に嫌なこととかもあるだろうしでそれを表面上加工しないでねもうそのストレートにこう感じたことうん ではまあこのまこの前回でゴキブリの話しましたけど、純粋にね、僕、あのゴキブリの動画、何千回回ってんだ、これ。ゴキブリ。ゴキブリが出て、あの、なんだ、動画撮ったんですけども、それ純粋にね、あれなんですよ。あの、あ、そう、あの、 まあちょっとね、SEO のタイトル入れてる部分あるんですけども、あの、ゴキブリが出た時にゴキジェットでね、こう、やっつけたやつが1万回、1万2千回回ってて、あと、鹿児島のゴキブリ、これ1300回ぐらい回ってますね。はい。まあ、これ、ゴキジェットプロっていう、ちょっとキーワードが入ってるのであれなんですけども、まあ、単純に、あの、僕は、ゴキブリホイホイあ、ゴキブリこう見て、あのうわーって思ってね、 ま動画だみたいな純粋にその <laughs>、そういう気持ちもありますね。うん。だ嫌なものですね。僕、ゴキブリ本当嫌なんですけど、純粋に嫌だから、うわ、嫌だよし、動画撮ろうみたいな <laughs> う。うん。うまあ、純粋な気持ちっていうのは、いつまでも持ってたいものですね。うん。いってらっしゃい。